はい、こんにちは、僕くんゲームでございます。今回はね、動画の方をやっていきましょう。ということでね、今画面にある選手のね、能力値を映してます。強すぎますね、この能力。誰だかわかるでしょうか。はい、この選手はですね、ウィリアプリが2019のアップデート12月に決定したということで、まあ、それによってね、選手のレベル上限がボールレアリティだったりね、選手の年齢によって、まあ、変わってくるんですよね。で、この選手はですね、年齢の設定が19歳になっていることで、レベルが75までウィリアプリ2019で上がると。はい。今ね、ウィリアプリ2018でもいるんですけど、まあさすがにね、ここまでの能力にはならないです。レベル上限がね、60なので、ウィリアプリ2018ではですね。はい。正解はね、この選手。マイケル・オーウェンということでね、レジェンド選手。今回はですね、ウィリアプリ2018バージョンではあるんですけども、マイケル・オーウェン使って試合の方をやっていこうと思います。それにしても能力これやばいよね。はい、ということでね、レジェンド応援使って試合の方をやっていきましょう。調子をファイヤー。普通ですね、中盤のビダルとディフェンスのこのラモスの調子が悪いんで、これはクリバリと、日頃感謝入れていきたいと思います。ネイマル絶好調か。 OKOK ということで、このメンバーでいきましょう。お相手が、デシャンで 4-1-2-3 です。げえ、ロナウジーニョ、メッシ、OMF。 いや、これはすごいね。ロナウジーニョ96、かなり育ってますね。ということで、お相手の方よろしくお願いします。まあ、今回はね、レジェンドオーウェン使うということで、2018の状態でもかなり強いんですけど、2019ではね、まあ、新レベル上限、まあ、若さとかでね、選手のレベル上限変わってきて、オーウェンは19歳の設定になっているので、めちゃくちゃ若いということで、上限もかなり高いんでね、育成してレベルとかも上げていったらね、めちゃくちゃ強くなるんじゃないかなと思います。 OK。 で、ベイルをもう一回使いたいけど、あー、プレス早そうだね。プレス早そうだけど、それが逆にいいね。で、もう一回応援。いやー、神ほぼ角度ないというか、キーパーがね、立ち当たってたから、微妙なラインかなと思ってね、打ってみましたけど、応援しっかりと決めたね。逆に高さがなかったから良かったのかもね。そう、あの、角度。多分高さあったらね、キーパーが普通に、飛び込みやすいというか、止めやすいあれだったと思うんで。いや、空いてる空いてる空いてる。いろんなとこ空いてますね。いや、これ一回やめていい。そう。で、収めたい。ローマリオ、もう一回。まだある。ベイル収めたい。いやね、今行こう。うわー、マジ。おー、がー、いやー、ダメか。いやー、今ちょっといいラインかなと思ったけど、ダメでしたね。OK、取れる。ナイス、ポグバ、はみってる。来た、オーウェン。そのワンツー、神から、決めた。うわー、決まんないか。まあ、オーウェンはね、今、スピシュンが共に90ぐらいと、ドリブル能力、ボールコントロールとかもあるのでね、かなり強いです。ゲイ。まあ、収まるというか、いやー、相手プレス早いな、やっぱ。こちらもただマックスでいきますよ。大丈夫。ゲイ。ナイボ。よし。よし。いや、それファール。オーウェン、神、決めろ。いやー、キーパー真正面か。いやー、もう少しスティック倒すべきだったなー、ミスター。オッケー、ただまあ1点決めてるんでね、そこは焦らずいこう。オッケー、ここで奥にちょっと。ロマリオで、ない、ない、あいで、うわー、マジか。あと一歩だったな、今。なんかすごいとこにこぼれたけど。ショートコーナーで相手の意識をニアに寄せつつ、ファーにいってロマリオなんてことないけど、ネイマール、ダメか。これ無限攻撃になってますね、今。うん、ずっと俺のターン状態。うん、ショートコーナーだな、これ。ショートコーナーでもう一回に追わせます。で、ここに行きます。応援行こう、応援もう一回、こぼれ拾いたい。いや、打ってはないんだけども、なんか、よし。オッケー、オッケー。いや、ボアテングがすごいな。
ボアティングも一寸のこと上がっちゃう。やばい、それやばい、それまずい、それまずい、それやばい。大丈夫、バラン、しっかりと。OK、 いいね、ここでため作れて。いや、ロマリオ神で、今収めて、もう一回応援。よーし、ナイス、よしよしよし、いいぞ応援。さすが、やっぱサイド散らしてからね、もう一回中に上がってくるね。そこだと相手がやっぱ掴みづらいんで。やばい、うまい、うまい、これダブルタッチくんじゃない、うまい、うまい、オフサイドない。いや、今のうまっ。いや、うまかったね。オフサイドにはなってたけど、今の超うまいな。ドリブルね、ネイマーからの、しかもその後のあそこも見てたし。いやー、しかしレフリーよく見ていました。アディショナルタイムは3分という表示です。そう、ここでね、収まるからね、一回回転して、もう遠藤を右、いやー無理か。もう一個今持ってパワー持ってゲージ強くしてたらワンチャンあったかな。ちょっと焦っちゃったね。いやー、でもシュートもゼロに抑えてるんでかなりいいかな。後半頑張っていきましょう。さらに、さらに応援ね、見せれていけたらなと。ナイボ、いや、これ応援決める。うわー、マジか、伸びるな足。誰、スライディングめちゃくちゃ伸びた。いやー、みんな応援を、応援してくれ。いやー、この人スルーパスタイミングうまいんだよね。いや、ナイボ、すげえな。あれ胸トラップしたらめっちゃ痛そうだけど、これあるんじゃない。来た、応援ある。でどうする、切り返す、そしてストレートシュート。うわー、強いか。申し訳ない、ちょっと応援にね、申し訳ない。ね、本当は決めれる場合もっとあるんだけど、自分がね、ゲージをね、ちょっと強くしすぎた。しす、ちょ、待て、神々、集中し、集中しろ。多分あれしてくるんだよな。ダブルタッチ狙ってると思うんで。だよね。今ちょっと1個目のところでファウルだよね。そうだよな。ここむ、むやみに足出しちゃダメなんだよね。ちょっとこれピンチですね。ピピピピンチ。ダメだ。焦るな、焦るな、焦るな。シュートくる。うまいね。そして。あぶねえ、やばいやばい、こういう時間帯来た。ちょっとスーパーサブもね、60後半ぐらい入れたいですね。いやー、そここぼれ、危ねえ。危ねえしか言ってねえ。それにしてもロナウドのシュート怖かったな。うん、これつな、いや、やめとこ。これ蹴っときましょう、もう。つないでね、失点っていうのが一番あれなんで、ただこれ多分競り勝てないんだよな。あ、いいね。でも競り勝てはしなかったけど、結果的にこっちにボール来たんで。あー、ロナウジーニョ巻いた。ナイス、ナイス、ナイス。OK。うわー。ちょっとスーパーサーブ入れましょう。選手交代ですね。そうそうそう。ネイマーに出して。おー、マジファールないこれ。OK。ナイボ。来たよ、これ。ナイス、オーベン、そこで収めるのでかい。で、どこに出すかだな、これ。ね、今仕掛けるか。いや、いいね。ダブルタッチも入れて。うわ、無理かー。もう一個いけたな、今。いやー、まずい。ちょっとポグバ出すぎ。ポグバ出すぎた。うわ、うまいタイミングだ、そのフラスルは。多分ダブルタッチくる。いやー、うまいな。足出して終わる。クロスか。よし。耐えた。ナイボ、いいね。いや、マジでボアティング強すぎじゃない。これやばい。 OK、 このタイミングで寄せます。てか、その前にちょっと選手交代をしたい。お、ある。いや、後半かなりちょっときついですね。選手を入れ替えたい。守れ。耐える。耐えろ。
オッケー。さあ、これ、ラストチャンスかな。もう一個。来たー。仕掛けよう。来たー、オッケー。これで、応援。いや、応援、応援。ちょっと。応援決めろ！あー、入んねえから、ラスト！いやー、ということでね、今回は、オーウェンの方を使ってね、試合の方をさせていただきました。まあ、シュート10本でね、ちょっともうちょっと決めたかった感はあるんだけども、まあ、2点ね、決めて勝つことができたんでよかったかな。いや、これね、オーウェン神ってる。まあ、チャンスメイクの、チャンスのところとか多分たくさんあったんでね、まあ、自分がもうちょっとね、シュートのところをしっかりね、打てれば、よかったかなということで。いや、これ危なかった。これは、入ってないやつか。あ、こっちのやつか、これ。これすごいな、もう。ロッベン怪我してないから大丈夫かよ。この辺も惜しかったね。ただ、すごいやっぱ応援ね、チャンスのところあったし、まあ、決めれる場所もね、たくさんあって。そう、これよかった。やっぱここで好き。このね、抜け出し。抜け出しというか、裏に抜けてるとこね。まあ、ネイマールに散らしてからのあれだったんで、まあ、これも応援から実際始まってるんでね。そう、あとはね、こういうところ、まあ、自分がね、ちょっとゲージ強くしすぎたりしてね。応援には申し訳ないところがいくつかあったんですけど、まあ、今回ね、勝てたんでよかったかな。はい、ということで、今回リプレイ多いね、かなり。はい、ということでね、今回皆さんご視聴いただきありがとうございました。もしですね、まだチャンネル登録してない方いたら、左のボックの顔マークの方からよろしくお願いします。右側におすすめ動画載せてるんで、ぜひそちらもご覧ください。では皆さんまた会いましょう。ありがとうございました。